では、そんな人たちの3番目、規範の機能、ルールファンクションですと、自覚のある短所の一つ、新しい場面に弱く自信もないが、社会的な場面では適応するために頑張ろうとしますと、またピンチの時には体を張って主導する機能を守ろうとするのもこの機能ですと、内向感情ですと、はいはい、人間関係の存在と重要性を認識しているので、相手のことをよく知らないうちは気分を害さないように気をつけていますと、怒らせてしまうリスクを最小限にするべく、コリティカルコネクトネスのような今日の社会規範をいくらか単純化しながらも忠実に守ります。しかしやりすぎるとストレスを感じる、というのも自分が本当にやりたいこと、TI 内向思考ですね、本当は自分は内向思考、自分が当座の問題や状況についてどう考えているかを正確に表明することを本当はやりたいが、周りよりも自分を無神経だと非難するよりは、自分の率直さを素直さを評価してくれるだろうと期待するのですが、この FI 的な警戒心がそれを押さえつけている。で、相手のことをよく知ることにこの警戒心がだんだん消えていくから、親しい人ほどきつくなる、これは親愛の表れと捉えられるかどうかはタイプによる、けどまあ分かってればね、でそれをちゃんと評価してくれることを期待するって話じゃないですか、はい、私はあなたのために言ってくれ、なんかこう攻撃してんのかって受け取らないでねって話ですよね。そうですね、私はこう素直にこういうふうにするといいって思ってるから言ってるだけですよって、ちゃんと受け止めてくれることを期待してるっていう。あとはまあこのタイプを相互理解だとすると、こちらも本当はこの人はその失礼だっていうことも分かってる、でがそこまで言うっていうことは、もう打ち解けてる証拠だよっていう、多分こう失礼にならないようにっていうのも気をつけてるって話ですよ。はいはいはい、得意じゃないからちょっと行き過ぎることはあるけど、でもこう、社会には FI が必要だと思ってやろうとしてるけど、やっぱ自信がないんですね、やっぱり自信がない、はい、っていうところですと、では4番目、脆弱な機能ですと、モデル A の左側ですね、2番目の最大の短所で強い苦手意識がある、新しい場面に弱い上、社会的なニュアンスにも疎いと、全く自信がなく使用するだけでストレスを感じますと、っていうところが外交直感、NE ですと、具体的に何になるでもないように思われるアイデアや機会にとても懐疑的で、新しい取り組みには絶対に具体的な利益が出るという保証を求めます、結果がはっきりせず、しばしば激動や不要な変化をもたらす類の改革よりは、既存の問題に解決策を与えるような改革を好みます、この人にはそういう才能はないと思ったら、他人の活動を強引にやめさせようとするかもしれません、同時にその人が実は潜在能力を持ってるのかどうかについては見誤りやすいです、基本的には多角的な視点を理解しようと努めることはせず、自分の視点だけを発達させることに集中します、自分のアイデアに大きなメリットがあったとしても、アイデアで他人を引きつけることが得意ではありませんと、活動に従事できそうとか、未経験のスキルを身につけられそうとか、いうふうに他人を評価する人を見ると嫌な気持ちになりますと、できそうとか未経験な、その点で他人を評価する人を見ると嫌な気持ちになるんですね。僕ですね、多分これ僕は多分こういう可能性を見るじゃないですか、はい、とりわけ、自分についてそのような議論をされるとき、不快感を覚えると、自分のポテンシャルを極度に疑ってかかるか、特定の領域での自分の可能性を最大評価するかの両極端になりやすいと、なるほど、要は感覚を論理で補ってる人ですもんね、なんで未知なる部分を感情で評価されると、感情でっていうか感情でもないですよ、未知なる部分は
もう評価できないからもう苦手って話ですよ。っていうことですよね。 NE なので、はい、うん、想像する、だからここにはもしかすると可能性があるかもしれないみたいな、はいはい、データで分からないものとかって多分いっぱいあるじゃないですか、はい、そういったものは考えたくもないみたいな感じじゃないですか。なるほど。もう今できることとできないことははっきりしてるものしかやりたくないみたいな。それはそれで、うん、なかなか、うん、ご自身が苦しいと思ってないかもしれないですけど、うんうん、まあだから苦手だなって、なんか事業とかでもあるじゃないですか、今までのパターンではもうどうしようもないときに新しいアイデアを出さなきゃいけないみたいな、はい、はい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 、っていうのが多分苦手みたいな。なるほど、うん、では5番目、5番目、暗示される機能ですと、うん、ちなみにこの5番目に出るところが MBTI でいうところのレッド機能になりますと、うんうんうん、5番目は暗示される機能、うん、自信があるとかないとか以前に、うん、その発想はなかったと思うほど欠けていて、うん、意識することができませんと、うん、自己実現のために必要であり、うん、この機能について知ることはとても重要ですと、うんうん、外交感情ですと、うんうん、暗示される FE を持つこの人たちはしばしば過酷な労働に没頭し、うん、楽しみや感情の解放への欲求を満たすことを放棄しますと、うん、同時に自分の気持ちを自ら公にすることに対して脆さ危うさを感じているのですが、うんうん、彼らはそういうことをしようとすると悪い感情やストレスが強まって落ち込んだり、うん、突然敵視したりしてしまうのですと、うん、感情表現を心地よくさせてくれるような人たち、うん、そして日々を新しくワクワクしてくれるような人たちに囲まれることを楽しく思います、うん、見知らぬ人と関わるときには、うん、堅苦しく見えるかもしれませんが、うん、自分のことをよく知っている人たちには全く堅物ではありませんと、うん、彼らの振る舞いはラディカルに変化します、うん、冷静で真面目なロボットは突然陽気で温かい人間に変わるのです。なるほど。そう、やっぱ僕から見ると、うん、まあ、言いかけたんですが、はい、苦しそうだったんですね、うん、楽しいのかなそんなことやってって、うん、楽しいんでしょうけどね、まあ、苦しみこともあるんじゃないですかとは思いますよね。いや俺こんなにやってるのにはありますよね。ないんですかね。まあでも君それ好きでやってるじゃんって、俺は好きでこれやってんだよで、へい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 って、多分それは多分どのタイプもそれじゃないですか。あ、そうだね、僕もそう俺一人で気使ってさって、うん、それ好きでやってんだよねって言われると一緒ですよね。あ、そうねそうねそうね、うん、そうですね、確かにわ、うん、かる、うん、では6番目、うん、動員する機能ですと、うん、MBTI でいうところの第3機能ですね、うん、自分の行動に強く影響を与えているが、まあこれでも示しているように、うん、この6層目でちょっと色は薄いんですよね、うんうん、なので自分にはよくわからないため、うんうん、これを主導する機能に持っている他者から学ばなければなりません、うんうん、未発達ではあるが日常の簡単なことなら十分この機能を使いこなせるようになります、うんうん、なんで使ってるんだけども、うん、意識せずそれを使っている、使ってるとか、まあ、誰かの参考がいるみたいな話じゃないですか。なんでそれをさ使ってるで自覚してる人を参考にすると、うんうんうん、あこの機能がそうなんだって、うん、自分でも分かって使えるようになるっていうことですね、うんうん、でその程度は多分使えるって感じ。そうですね、自分で考えては使いづらいけど、はい、ああいうふうにするといいんだみたいな感じでは使えるみたいな、はい、っていうのがこの人たちは内向直感、うん、NI ですと、はい、杞憂から逃れるためには、うんうん、状況がどうなっていくかについての定期的に他者から見解を得なければなりません、うん、急がなくても間に合う、うん、進行中だから取り掛かる必要がないとか、うん、今は黙ってて見てるのが基地とか、うん、人から安心させてもらえないと不安でたまらなくなり、うん、そのような問題にすぐさま、そして時には衝動に任せて取り掛かろうとしますと、うん、この内向直感の人たちは、うん、それが状況がどうなっていくのかについての、うん、その他者の見解を得なければなりません、うん、要はこう想像するのが難しいって話ですよね。答えの出てないもの、あーなるほど、うん、に対する想像するのが苦手なので他の人から大丈夫だってって
のを言われないと不安だって で、うん、でも内向直下の人はそういうのが聞かなくても、うん、まあこれ大丈夫じゃないのってこう思えたりするって話じゃないですか。根拠を示せって。根拠がなくてもあだから直感じゃないですか、うん、今僕多分、うん、N がないところを多分僕出しましたね。 N なのかもしれないけど、はい、まあ、大丈夫だってっていうやっぱり不安は残るんですよ、うんうん、でもだからそれがで僕は仕切りたくなるんですよ。人からこう言われないと、はい、でもこう多くの人が大丈夫だってみたいな、はい、言われるとちょっと安心したりはする。聞いてね、聞いてで具体的にこれを出してこれをやってほしいんだけどって見てもらってです、うん、僕は初めて安心するの、うん、でもこのなんか出せないものってあるじゃないですか。あ、まだ決まってないものとか、ね、決まってないものとか、なんかこういう商品を発売するみたいな時に、はい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 、もうすごい考えた結果これは売れるんじゃないかって出すわけだけど、はい、本当に売れるかどうか蓋を開けてみないと分かんないみたいな。もちろん、もちろん。っていう時ってなんかもう説明はもう過去のものであるしみたいな、それでもまあなんか不安でしょうがないみたいなの。そういうとこですね、うん、では7番目、無視された機能、はい、ブリやすいことを除けば十分に発達しているが、うん、普段は抑圧している、うん、望まないコミュニケーションの際は、うん、自ら主導する機能を守るために活発化することはあるが、うん、その反面この無視された機能が悩みの種になりますと、うん、っていうこの無視された機能7番目にある、うん、なんで色は結構濃いですなので、はいはい、なので十分に発達はしているが、うん、普段はこれをギュッて無視している、うん、機能は外交思考ですと、うんうん、外部から事実的な情報を探すことに精通しており、うん、情報の目利きには自信があるが、うん、データを集めることはあくまで二次的なことであって、うん、一番大事なのはデータを矛盾のない論理的な体系に当てはめること、うん、彼らにとっては事実と事実の関係を分析することなく、うん、事実をただ並べることはくだらなくてつまらない作業ですと、うん、効率と生産性に価値は感じているが、うん、人が明確な手順に従わず働いていた動いていたりすると、うん、効率や生産性は実現されるわけはなかろうと思っています、うんうん、結構カッチカチな人ですねまあですよね。矛盾がないことになんかこう執着してる。だから要はこう、まあ多分そこまで考えるよりもやった方が早いよみたいな時にそうは動けないみたいなとこじゃないですか。でもまあこっちが正しい時もありますけどね、うん、まあ、うん、物事を進めるにおいて、うんうん、でもまあいろんな人間がいるじゃんって横から言いたくなるんですけどね、うんうん、まあいろんな人間はいますよ、はい、何もそこまで言わなくてもさって、うんうん、でも LSI の8番目、証明する機能は、うん、主導する機能と同じぐらい強くて発達した機能ですが、うん、同時に最も意識の深いところに進んで、うん、最も無自覚な機能であります、うん、激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚することはないが、うん、背後であなたの世界観を形成しています、うんうん、っていう機能が内向感覚ですね、はい、うん、自分や他人の成長や幸福、美的感覚、うんうん、そして美味しい食べ物やくつろげる状況のような感覚刺激がもたらす内的な影響を認識し、うん、評価する能力に自信がある、うんうん、促されれば納得のいく評価ができる、うん、が、うん、リラックスすることやそれについて話すことは、うん、人生の優先事項というよりはむしろ楽しみの源だとしています、うんうん、全面的な自信があるにもかかわらずそんな深刻なものとしてリラックスを考えていないし、いつも自分にリラックスを許しているわけではない、うんうん、体調や幸福に注意を向けることを選ぶときは、うん、SE 的な方法を好んで制限を課すことの方が多く、うんうん、自分にも他人にも食事療法や運動療法を求めますと。あ、まあ、どっちかというと我慢する人たちなんですね、うんうん、健康のためにこれを我慢した方がいい、はい、本当はこう健康食品食べようよとかじゃなくて、あ、まあ、健康食品食べようよもうそっちに入るんじゃないですか。いや僕の中ではこのリラックスとかだから、はい、まあ、本当にリラックス SI 的なリラックスで言うと、はい、美味しいものを食べようよだと思うんですよ。美味しいものをお腹いっぱい食べようよ
インスタントも、で美味しいもんだから、でリラックスしようよっていうのが多分 SI 的なリラックスだと思うんですよ。でインスタントが SE 的な、それが SE 的じゃないですか、健康にいいものいいはずだって食べるわけじゃないですか、健康食品。でもそっちに向きやすいって話ですよね。僕はもう健康食品すら体に悪いと思ってるんですけど、うん、何がいいんですか。まあでもそれも同じですよ、あの昔からあるものですよ。昔からあるものって何でもあるじゃないですか、はい、健康が付加されたものは昔からないじゃないですか。はい、〇〇、まあ、まるせんみたいな。あでもその健康食品も、まあ、はい、人によって納豆食べろみたいなのも健康食品だったりするわけじゃないですか。納豆食べましょうよ。で、まあ、それも同じじゃないですか。納豆はいいものですよ。見る人から いいもの、はい、みたいなのが健康食品を、はい、いいものだから食べるんじゃなくて、はい、納豆が美味しいから食べるんですよ。美味しくていいものみたいなのが多分 SE 的なのと、はい、SI 的なのと、まあ、あのまあ、うん、S の人間なので、はい、S のブラッドなので、でそれがこう SE、まあ、SE 的に満たすって書いてあるじゃないですか。はいはいはい。なので SE 的なのがそういうなんか健康にいいとかそういう風で決めがちなのかなっていう。美味しいですけどね、ちゃんと美味しければ何でもいい、何でもよくはないが SI 的、 SI 寄りなんじゃないですか、健康とかそういう機能的になるほど求め出すみたいな。なるほど、うん、SE だと外交だから対外的にってなるのか。まあなんか情報じゃないですか、健康食品って。まあそうですね、うん、その情報が全くない状態、はい、美味しいか美味しくないかじゃないですか、こう自分の体で感じるもの、まあ、僕は情報を先に知りたいですけどね。 それが SE って話ですよね、はいはいはい、外から仕入れたもの、はい、うん、痩せる本をどんだけ読んだかって話ですね、うんうん、でまあ情報を求めるのか、そう感覚、自分がどうか、内向感覚、直感感覚、はい、なので自分がどう感じるかですよね。なるほど、うん、だからまあ食べてうわ元気になったみたいなのがあればこれが健康食品だ的な感じじゃないですか、まあ、SI 的ちょっと間違ってれば出てきますけどね僕の中で、うん、っていう、まあ、体で感じるか情報を外から仕入れるかみたいなところじゃないですか、内から出てくるか外から入れるか。なるほど、うん、でこの人たちは SI が得意な人なんですよ。本当は感じるのが得意、はいはい、だけど沈んでる人ですね。制限して、はい、SE 的に健康食品的なに頼る、はい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 、という今日は LSI、はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。